グリーチャンネルへようこそ。本日はこんな感じです。秒数を指定していただくか下のチャプターリンクからご覧ください。去年9月、 iOS 向けアプリ Earthquake 7にゲームボーイアドバンスのエミュレーターを隠し機能として搭載してリリースしていた開発者が、今度はなんとゲームボーイカラーのエミュレーターを公開する予定であることを明らかにしているそうです。で、その公式サイトによると3種類のアプリをダウンロードしておき、そのアクティベート方法は現地時間の6月30日に公開するということです。その3つのアプリのリンクね、下の概要欄に貼ってありますので、それぞれをダウンロードして6月30日まで待ちましょう。下にリンク貼ってありますが、こちらの公式サイトに行ってメールアドレスを登録するとアクティベートできるようになった際に通知してくれるということもやっているそうです。整理法を適用し始めてから、これ一つのコンテンツとしてホーム画面をお送りしてるんですよ。で、今回がその3回目なのかな。今のホーム画面、まさにこのような形でございます。まずね、超整理法から触れていきたいと思うんですけれども、超整理法を適用して結構経つんですけれども、今回の進化ポイントとしまして、ドックで全てを完結させることができるっていうのが今回のこのホーム画面のテーマです。ドックに関しては前回全てフォルダにしていたんですね。もうそのフォルダも消えてなくなっちゃいましたけれども、前回のやつ出しましょうか。こんな感じ。ドックが、全てフォルダだったのと、まだねホーム画面に少しアプリが残っている。今回の新しいホーム画面はね、一番左にあるこの、連絡を取るものということで、プロダクティビティなんですけど、メッセージ、電話、メール、メッセンジャー、これは Facebook ですね。で、LINE、Bitwin、Gmail、Hangout というのは Google プラスのメッセンジャーみたいなもので、で、FaceTime ですね。この9つさえあれば、ある程度連絡が取れてしまう。で、その右にあるのがですね、これ、Frequent、頻繁っていう意味です。頻繁。頻繁を Google 翻訳で略すと、なんかいい感じの英語が出てきたんで、これを適用してるだけなんですけど、要するに頻繁に立ち上げるアプリです。Do はもうね、1日に10回以上立ち上げる。で、Feedly、もちろんこれも常に最新情報チェックしますんで、Feedlyでチェックしてます。で、Everclip っていうのは、一度この動画チャンネルでもご紹介してますが、Evernoteへ、コピーしてきたテキストを送るアプリ。で、Gnosyですね。もう皆さんご存知。ニュースキュレーションアプリグノシー。次にこのテキストベル。これはね、私はもう紙アプリだと認定しているものです。テキストベルの動画あります。はい。これもリンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。で、これ、次はマネーフォワードは、家計簿アプリです。ウェブで同期できる家計簿アプリ。これ、マグネート同期して使ってるんですよ。かなりいいです。で、下に家族。これ家族の写真のやつですね。で、その次にドラゴンクエストモンスターズスーパーライト。これね、まだ実は。密かにやっております。はい、ダークキング取れました。はい、フォルダは以上で、次にね、これカロリー管理ね、これご存知ですよね。その日食べれるカロリーをこのように計算してくれるってやつですね。本日も今ね、何時だ、15時53分なんですけれども、私はもう残り598キロカロリーしか食べれません。今日は食べ過ぎました。で、ご存知、エバーノートということで、このドックで全てを完結できます。連絡も取れます。ゲームもできます。ゲームって自分がやるゲームをここに入れてます。自分がかなり立ち上げるアプリはここに入ってます。カロリー管理、まあこれはね、完全に個人的なもんじゃないですか。で、常に入力するもの、常に確認するものは全部ここに入ってます。エヴァーノートにやることと予定表全部入ってます。 OK、 これドックで完結しました。これが今回私のホーム画面のポイントでございます。ぜひ参考にしてみてください。というわけでね、ざっくりこのホーム画面にあるアプリご紹介していきますね。ご紹介するほどの数ないんですけども、設定アプリというのは必ず私左上になるんですよ。で、サファリ、アップストア、ツイッター、フェイスブックページ、Google プラスっていうのはもうね、ご説明する必要ないと思います。で、1個だけフォルダがあるんですけれども、こちらはトライアル、お試し中ですね。これ一応ね、お試し中に中に今5つしか入ってないんですけど、これ外に出してもいいんですけど、出すとなんか気持ち悪かったんで、これフォルダにまとめてトライアルフォルダにしました。で、スウォームね、今お試し中でいろいろ機能をテストしたり試したりしてるんです。で、FF のアギトね、ほとんどプレイしてないですけど、プレイしたいんですよ。でもね、ドラゴンクエストの方が今ハマってるんで、そっちに行ってます。で、このウォンテドリー、これはね、求人情報を見るアプリなんですけど、別に転職しようとかそういうわけじゃないんですけども、これ結構ね、なんか、手法が、なんですかね、斬新だったんで、ちょっとね、様子を伺ってるんですね、このアプリ。今後どうなっていくか。このアイアムっていうのは、クロアシーの Z 氏にご紹介していただいたものです。
で次にこの、ごく和太鼓ってあるんですよ。こちらはですねアプリ開発者の方に、ご紹介していただいて、ちょっと使ってみてくださいということでご紹介していただいたら、ちょっと今試しに使っているような形です。またね、ご紹介できる時が来ればいいなと思っております。マグニーのホーム画面2014年5月26日バージョンでした。はい、こちらファストポストというねメール送信アプリです。メール送信に特化したアプリなんですけれども、立ち上げるともうすでにこの件名を入力できるような画面になっていて、まあ入力します。そして本文っていうところがあるんで、押すと本文が入力できると。でクリップといって、これクリップのボタンを押すとドロップボックスからもねデータを取ってくることが可能なんですね。とかですね、メールを送るという機能がね万全に詰め込まれているアプリです。これだけだと標準のメールアプリでいいじゃないかと言われそうなんですが、ここは、このアプリのすごいところを今からねご紹介いたします。でこの SMTP っていうところをセットして見に行くと、送信元ですよね。でプラスってやると Yahoo!Japan!ドコモ、ソフトバンクとね、開発者が日本の方なので、このように日本のサービスが、組み込まれていて便利です。送信先は、見るとですねこんな感じですよ。宛先 CC、BCC、開発者の方がおすすめされている使い方としては、エバーノートのノートに、テキストを追加する時に、このノートをメールで送る方が使えるということですよね。もう一つ、オムニフォーカスというね、タスク管理アプリですよね。タスク管理というか、まあ、プロジェクト管理というか、まあ、すごく、トゥードゥーリストなんですけども、それにタスクを追加するのにメールから追加できる、することができるんで、そのテンプレートもここに入れ込むことができると。なので、簡単に送れることができる。ほんと人それぞれなんですけど、まあ、幅広く、皆様に使っていただけるんじゃないかということで、今度ご紹介させていただいております。ぜひね、無料なんで使ってみてください。というわけで、本日の動画は以上です。チャンネル登録と次の動画貼っておきます。そして本日の PR というか、マグニーからのお知らせをさせてください。本日からなんですけど、当動画チャンネルの、動画の前にあるオープニングムービーの件なんですが、変わってます。実はまだね、システム的にまだ反映しきれてない可能性もありますが、この動画をご覧いただいている頃は、この動画にはついてないかもしれませんが、それ以前の動画の、冒頭には多分3秒の、動画、新しいオープニングムービーが適用されていると思います。よかったら僕作ってくださいよって言って。そうすると、なんと、本当に作って送ってくださったんです。ローバッテリーという方なんですが、その方に、作っていただきました。本当に、本当にありがとうございます。そちらのオープニングムーミーなんですが、3秒なんでお付き合いください。どうぞ。はい、すごくいいでしょ。いやー、本当にありがとうございます。本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。